はこの先頭バッターを出していきたいところです。まず打ちをついてきました。ですよね、インコースストレート、際どいところに決めました。ここは150キロを超えてきます。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト下がって、レフト見送った。ソロホームランが出ました。2点差に詰め寄る一発となりました。低めでしたが、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ライオンズが追い上げます。3対1。鮮やかなホームランを見せてくれました。これで2点差まで詰め寄りました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。